どうするの？メトロビー公演を。これが白百合なんですけど。白百合さん見えてないみたいな。あれ？めちゃくちゃだよ。こんなところで。すごい。とびっきりのラブソング歌うよ、感謝を込めて。な、まいた。あれ？あれ？これ？あれ？あ、ちゅ俺は冷やし中華だよ。いろんな具材を詰め込んで。雷の時です。人狼じゃん。だー！いやー、笠原さん、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、ラムダー！やばい、ジロー！イエーイ！あー、なにこれー！なにこれー！なんか匂いする。もうこれはもうたっぷり後で触れますから。さあ、本日のゲストはこの方でございます、白井悠介さん。元気？アメ村ラムダ役の白井悠介です。よろしくお願いします。よいしょ、お願いします。ゲームの趣旨を理解しないな。白井さん、あれ分かってる。浅沼さんがすごい感じ。すごいな。白井さん、そんなことないでしょ。白井さん、何を聞いてんだよ。モノボケのコーナーじゃないですか。何をしてるの。もう誰なんだよ。パルグリ倒すぎるでしょ。何を言ったらこうなる。いや誰。忘れない空、二人が離れていても、こんな好きな人に出会う季節二度とない。時間でも最高の歴史に怖い声出してきた。声出すって飛んでる。急に静かになったな。うわ、うるさい、うるさい。ちょっと見た。怖い。気持ち悪い。怖い。あ、なんか止まった。正気か？あれっすよ。じゃあ問題の後ろ側、はい、うん、はい、ちょっと見てください、躍動感。いや、もうでもね、すごい、もうフェニックス、フェニックス、フェニックス、火の鳥、火の鳥。何だ、私やん。これはね、鉄道の作品ですよ、これはもう。火の鳥じゃん。え、鳳凰じゃないですか。かっこいい。フェニックスだ。あ、王じゃない。鶴、鶴。いつまでやるの。
か喋って日本じゃちゃんとちゃんと猫鳴き声で喋って。みほちゃん貴重だよ。いるじゃん。ふざけんな、はい。それでは参ります。白井さん、プロデューサーに向けてジェスチャーお願いします。スタート。アニメ違うから。アニメ違うから。アニメ違うから。違うとなっちゃったじゃん。これ。それ違う。これ何これ何おおそれアニメ違うからおいおい完璧完璧完璧せいせいはいせいよしお待たせいやーやったかいねこれなんすか白井さん飛脚よ飛脚あ飛脚I don't love my dog マジカルロリポップ広いかければ拾えば癖に